用語大役、ジェームズ川に経由された国防予備船体の船舶国防予備船体とは、アメリカ合衆国でモスボールされた一軍の船舶を指し、その大半は商船である。各船は20日から1二2 0日程度の日数で現役復帰することが可能であり、アメリカ合衆国が有事に突入した期間中に軍用、あるいは商船枯渇のような場合には非軍用に供される。 本校では便宜上国防予備戦隊の一部を構成する即応予備戦隊についても説明する。国防予備戦隊はアメリカ合衆国運輸省の開事局により運営されており、国防予備戦隊は艦隊の名を冠するものの大部分を戦闘艦艇が占める合衆国海軍予備艦艦隊とは異なる組織である。国防予備戦隊の船舶は次の3カ所。 バージニア州、ホートユースティス、テキサス州、ボーモント、カリフォルニア州サスン湾の指定された外交部のバースに係留されている。以前は、ニューヨーク州ストーニーポイント、ノースカロライナ州ウィルミントン、アラバマ州モービル、オレゴン州アストリア、ワシントン州オリンピアにも係留されており、合計8カ所の係留ポイントを持っていた。かつて、サスン湾に係留されていた戦艦アヨは、 現在は、サンペドロの港へ開港され、記念館として展示されている。船体の縮減により、サスン湾の渓流箇所は2010年に、最も先例の長い船舶が集まる場所となり、大半の老朽船の船体は有毒物除去処置の後、テキサス州、カリフォルニア州、あるいはアジアで解体される。20隻のカリフォルニアの汚染されたモスボール船は2012年までに、 続いて32隻が2017年までにリサイクルされる。国防予備船隊の法的枠組みは1940年代に構築されたものを基本に改正を重ねて長い間運用されてきた。開示局には次の2つの権限が付与された。国防総省の海上輸送計画に基づき民間商船を徴用、管理する権限国防予備船隊の管理権限1の 法的根拠は1936年商船法510条であり、第二の権限は1946年商船売買法が根拠となる。国防予備船体は1946年、この商船売買法11章に基づいて組織され、国防と有事対応のために船舶を保管することを目的とした。第二次大戦時にアメリカは、 戦時標準船を大量に建造したが、戦後はこれらの船舶の大半は余剰となっており、本制度の下に組み込まれて保全管理することになった。なお、1946年商船売買法は、関連最速が46年商船売買法連邦規則集として定められている。船体規模のピークは1950年で、 国防予備戦隊は2277隻の船舶が在籍した。即応予備戦隊が発足する前、国防予備戦隊の船舶は7回の戦争と危機に出動した。朝鮮戦争では540隻が軍隊輸送を支援するため動員された。当時は世界的な船舶不足で、1951年から1953年までは600隻以上が、 北欧への石炭輸送とインドへの穀物輸送に使用された。1955年から1964年までは別の600隻が農務省のため穀物保管のために使用された。1956年の末月期で同運河が封鎖された際にも船舶不足が生じ223隻の貨物船と29隻のタンカーが国防予備船体から現役復帰した。 1961年のベルリン封鎖の際には、危機対処のため18隻が現役復帰し、1970年まで使用され、続けた。ベトナム戦争では172隻が使用された。1976年8月26日、運輸長官と海軍長官の間で合予防描きが取り交わされ、これに基づいて1977年2月14日、 国防予備戦隊の中に即応予備戦隊が発足した。法的には、コードアノテイティドセクション1744にて、この点に触れており、運輸長官の責任範囲が明示されている。運輸長官は、海軍長官と合議の後、国家防衛のために、勝値ありとの結論に達し、保全を決定した合衆国政府の所有船について、即応予備戦隊を含め、 国防予備戦隊として保全しなければならない。国防予備戦隊の役割は常実のようにアメリカ政府所有船舶の保管や老朽船の系統的解散という側面が強かったが、即応予備戦隊は国防の一翼を担うものであり、これは国防予備戦隊の質の向上にもつながっていった。なお、即応予備戦隊の管理は海事局が担うが海軍側で、 即応予備戦隊を管理しているのは軍事海上輸送部隊である。海軍では即応予備戦隊と軍事海上輸送部隊の洋上事前配備戦隊は別々に区分しているが、海事局では洋上事前配備戦隊も即応予備戦隊の一部として扱っている。このように海事局と海軍で即応予備戦隊の定義は異なる。なお、岡部遺作によれば、 即応予備戦隊も1980年代以降に再編、登場した洋上事前配備戦隊、海兵隊事前配備戦隊に比較すると、即応能力は一段階低い扱いとされ、平時は機関要員のみが乗り組む状態にある。湾岸戦争で即応予備戦隊は大規模な動員を行い、効果的に機能した。具体的には79隻の即応予備、 戦隊所属船と2隻の特殊目的兵単船が出動し、その後即及び戦隊8隻がインド洋に常駐した。この8隻は1994年のオペレーションビジラントウォーリアーでも出動している。しかし、湾岸戦争の際も出航が予定より大きく遅れた船があったという。この時代になると蒸気タービンの取り扱いができる乗員が減少しており、 人員面でもネックを抱えるようになっていた。国防予備戦隊についてはさらに即応性が低く、1994年時点でも、即応予備戦隊等に属さない116隻のうち、下半の71隻を占めていたのは、ビクトリー型貨物船であった。1985年、同型の打ち裁量の状態にあった SS アメリカン、ビクトリーとハティスバーグビクトリーの2隻を、試験的に、 現役復帰させたことがあったが、それぞれ60日、108日の日数を要したという。ただし、その後は別項で述べるように改善が進められている。統合参謀本部は湾岸戦争後、MPS やアップフといった事前配備戦隊の強化を施行するようになり、モビリティリクワイアメントスタディという研究1991年1月から開始し、 1992年1月23日に発表した。1995年3月28日には改訂版が発行された。この研究で立てられた計画では、心臓管やリースのほか、即応予備船体に対して1999年度までに142隻と、当時の5割増しに造成し、うち104をドライカーゴとするべきと提言したが、 実際にはそこまでの増強はならなかった。なお、即応予備船体に続いて、海上事前配備船体海上事前集積船体が発足、再編されていく中、技術の進歩や使用の高度化も進み、国防予備船体や、即応予備船体の船舶が、商業輸送に出動する例は見られなくなっていった。即応予備船体の船舶も C リフト船が中心を、 占めるようになっていった。1994年の配置内戦の際には14隻の即応予備船体所属船が平均3.1日の準備期間で出動した。下記はすべてを合計した国防予備船体の推移であるが、即応予備船体の発足した1976年時点で国防予備船体の船舶は348隻に減っており、その後は 若干の増減を繰り返しつつ、2000年代は前減に至っている。2013年9月末時点で見ると、国防予備船体の総数は124隻となっており、内訳は主にドライカー5戦、何隻かのタンカー、支援官邸その他で2003年9月末時点の297隻から減勢している。2013年9月末時点で、 即及び船体は46隻からなっている。なお、15隻は、運輸省会事局が管理しているものの、他艦長のためのもので、保管費用は保証されるのが原則である。1943年春行の旧式艦である、アイオワも講師体積で、常実のように、サスン湾で保管されている。本節では、動員過程について記述するが、有事の軍需改装は、 即応予備戦隊や国防予備戦隊のみならず、現役艦艇やチャーター船によっても実施されることに注意が必要である。以下、大枠から具体的な過程まで順を追って説明する。有事の際の動員の根拠法は、朝鮮戦争にあたって整備された1950年防衛生産法である。同法では、国防、安全保障のため動員計画を進めるため、 下記の5項目について、動員に段階的対応によって進展が図られるよう、議会が認定する旨を規定している。動員準備計画国内防衛産業基盤を改善するための措置あらゆる危険な国際的、軍事的状況に対する段階的対応民間需要を満たすため必要なレベルを超えた国内生産能力の拡張民間物資。 施設の軍事及びそれに関連した目的への転用朝鮮戦争ではこのための具体的実施規定として大統領令第1219号が策定されその第201条 C にて国防予備戦隊の動員について法定していたがこの大統領令自体はケネディ政権時に廃止されたその後も効力を持っている 大統領令としては12,656号、12,919号等がある。具体的な動員手続きは、概ね次のような順になっており、国防予備戦隊の位置づけもされている。なお、これは会場のみならず航空輸送についても、共通部分が多い。作戦に必要な輸送需要と、現役戦力の分析予備役の選別的、 部分的な動員商業的契約に基づく民間輸送資源の利用民間動員計画の立ち上げ予備役の全面的な動員民間輸送資源の徴用同盟国への協力要請ただし鈴木茂は常にこの順で着手されるわけではないうまく議を指している例えば同盟国への協力要請は早期になされる場合もあり民間船舶のチャーターも初動時から実施される 民間動員計画の前に予備役動員がかかる例もあるという。民間動員計画、予備役動員などは関係省庁の承認を必要とし、国防、即応両予備戦隊の場合は下記のようになる。海上輸送司令部司令官が輸送軍司令官に動員要請輸送軍司令官の検討、承認輸送軍司令官が 国防長官に動員要請国防長官の検討。承認国防長官が開事局長官に動員要請を、会府開事局長官が動員を、実習運輸長官、大統領による動員の承認このような動員に備え、即応予備戦隊の多くは、国防総省の方針により、軍需物資集積地に近い将校、政府所有の岸壁に分散配置され、ウトポスティングと呼称されている。 1998年時点では、即応予備船体の3分の2にあたる約60隻がウトポスティングされており、日本国広島港にもガソリンタンカーを配置していた。即応予備船体の船舶は各、船ごとに出動期間までの準備期間が定められており、具体的には短期間の側から4日、5日、10日、20日、30日の5段階がある。 1998年時点では4日5日での即応を求められている船舶は46隻であり、これらはロス船と呼ばれている。機関要員は1隻あたり平均10名程度である。湾岸戦争以前は即応動員で失態を見せた即応予備船体であったが、これを教訓に即応性の向上に努力が傾けられるようになった。こうした 速応能力の確認方法は、具体的には、下記の二通りある。不作為抽出した船舶に、事前通告なしに実施する。鈴木茂によれば、実践的で、臨場感を伴ったものだという。スケジュールを組み物資輸送、訓練を実施する、事前通告なしの訓練は、ターボアクティベーションと呼ばれる。ターボアクティベーション96から1。 ターボアクティベーション96から2といった1990年代後半の動員訓練では事前通告なしに招集した船舶が規定の時間内に任務を完遂するなど改善されている。テスト結果は維持、整備、修理の重点把握の資料としても使われる。1996会計年度には61隻がスケジュールテストを実施し、それまでで最大の規模となった。 軍事的あるいはロジスティクス上有用な船舶は保管管状態を維持し続けられ保全計画によって現役であった時と同じ状態のままとなるように管理されている。船内空間の防湿処置は効果的な手段で金属腐食、カビ、白カビの増殖を抑制する。陰極防食法は陰化された電流を使う方法で直流電源が陽極から 防食対象の陰極側、船体外郭の水旋下の部分に流され、その結果、電解によって、腐食は抑制され、船体外郭は保全される。外側の塗装と化粧作業は、一般的にそのままとされるが、理由としては放置しても、問題とはならず、現役復帰をび、運用能力を維持できるからである。海事局は、国防予備船体計画に関して政府への提案を、 行う艦長として認められており、商船タイプの船舶で総トン数1500トン以上のものが計画対象となる。州当局は船舶譲渡の申請書を提出して船舶の譲渡を求めることができ、目的と使用箇所を明記して国防予備船体の船舶を人工漁場として活用している。これは1972年に海事局が開始した。 人工漁礁計画に基づいており、1972年パブリックロー92から402を根拠法としたのが始まりで、その後パブリックロー98から623の改正を経て、リバティ船のみだった対象を国防予備船体の全、老朽船に拡大した。漁礁設置の金銭的負担は全て州が負うが、船内機器類の売却益を中当することができる。 51隻の船舶が重州に引き渡され、具体的には次のようになっている。テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州、バージニア州、アラバマ州、ミシシッピ州、サウスカロライナ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州。国防予備船体が保管対象としていない132隻のうち、117隻はこうした処分の提案がされている。 国防予備船隊計画は歴史的遺産を海洋遺産保存団体に譲渡または太陽を根拠づけるものとなっている。譲渡に際しては特別立法により船全体を記念協会に移管することもできる。退役した商船設計の海軍艦船には揚陸作戦艦艇が含まれるが退役艦船の整備施設の経流施設が満杯状態にある場合には 国防予備船体に置かれることもある。戦艦、巡洋艦、航空母艦などで除籍された艦や最終処分待ちの艦は、海事局の渓流場所に移動させられることもある。最初の段階として、常述の船舶は維持、整備のため1932年経済法に基づいて海事局に移管されることになる。国防予備船体に移管された船舶は、海軍動員計画によって、 保全管理され、海事局により整備されているが、その優先順位は海軍省が設定している。もし海軍がある船を不要と判断した場合には、アメリカ海軍長官はその船を軍籍簿から除籍し、海事局に所有を移籍する。1976年の合意覚書により、海事局は即応予備船体の調達の責任も負っている。この方法は、 下記の三通り存在する。T シップとして発注された CE リフト船を即応予備船体に移籍する民間船を購入し改造して即応予備船体に編入する国防予備船体からのアップグレード国防予備船体からのアップグレードは1936年小船法510条に規定された方法によっている。具体的には アメリカの海運会社から商船として役に立たなくなったシュブネをスクラップ価格で海事局に売却を打診し、海事局は国防予備船体や即応予備船体に適当であるかどうかを検討した後必要ならば交渉の後これを下取りし、改装、整備して編入する。この購入資金原資として国防予備船体で 論理りテンション扱いとなった老朽船を解体業者に売却した代金が船舶回転資金として積み立てられてきた。国防予備船体の保管船舶は改造、整備、修理、解体などに際してアメリカ造船業界に一定の仕事を供給する結果となっている。国防予備船体について日本向けに作成された米国海軍予備船体制度に関する調査は 海軍独自使用や検査の結果戦果が異常に高額となる傾向はあるものの一般商船の建造のオハウ蓄積に資する内容ではなく一般の商船マーケットに影響を与えるものではないと結論している。佐ン湾に経由された国防予備船体の船舶1959年、佐ン湾には324隻が保管されていた。40年後、その数は 約250隻に減少したが、汚染物質がこの区域に堆積し始めた。カリフォルニアの環境運動家たちは73隻の残存保管線による汚染問題の拡大に、連邦政府の注意を向けさせるため、カリフォルニア州法を使って政府に独自の水質浄化法を実施するよう求めたが、うまくいかなかった。塗料は次のような有害物質なまり、銅、亜鉛、 バリウムなどマイナスを満有しており、多数の船で尖閣と上部構造物から剥離が起こっている。2007年6月までに約21トンの有害塗料片が船舶から剥離し湾内に堆積すると見積もられた。さらに65トンの塗料が剥離の危険にあると見積もられた。バラク・オバマが大統領に選出されるとカリフォルニア州 マーティネズ氏のジョージ・ミラー下院議員のような地方政治家は海事局にて環境問題に取り組む新たな意欲を見せた。ミラー議員は過去8年間実質的に何の対策もなく船の有害物質除去は放置されたためわずか数隻の老朽船が撤去させられたに過ぎない議会の指示があったにもかかわらずである。と述べている。海事局の長官代理、デビッド・マツダは 我々はまず迅速に最も汚染のひどい船を撤去し、ついで残りの除去処置も熱心に実施していると述べた。約52隻の船舶が問題が多いと確認され、2017年9月までに撤去、リサイクルが計画されている。腐食が最も進んでいた20隻は2012年9月までに除去され、作業は2009年11月に開始された。 そうした船の一隻、SS ウィンスロップは、カリフォルニアモスボール船体で最後のビクトリー、シップであり、2010年3月にベイシステムズが、サンフランシスコに持っている修理ドックに栄光され、富ツボと植物を除去した。最後の航海で、テキサス州、ブラウンズビルの解体場に向かう前のことであった。船体の清掃は、アメリカ沿岸警備隊によって規定化されたことで、 カリフォルニア原産の種を他の場所に拡散させないための処置である。いくつかのリサイクル作業はサンフランシスコ湾岸地域では完了する可能性がある。特にかつてのメアアイランド海軍造船所においてはそうした作業の申請が審査の上認可されている。38億 US ドルのフェデラルファンドが解体計画の完遂に投じられる。松田は この重要な協定は最も汚染された船舶を2012年までに撤去するというオバマ政権の約束を公式なものにすると述べている。他に活動していたカリフォルニアの政治家は上院議員のバーバラボクサー、ダイアン・ファインスタイン、会議員のエレン・トーシャーである。かつての経流地の一つ、ストーニーポイントは1970年代初頭までは観光スポットにもなっており、 見渡す限り大量の戦時標準線が黒塗りにされて、ハドソン湾に並べられていたという、ありがとうございます。